皆さんこんにちは。今回ご紹介するのはこちら、何ですかね、紐ですかねこちらなんですけれども、暑い日に持っておくとすごく便利な商品になっています。こちらの名前はですね、ウォーターネックバンダナといってですね、こう首ですね、こちらこういう風に巻いてもらって、こういう感じで巻くとすごく冷たくひんやりしてすごく気持ちいいものになるんですけれども、どうして気持ちく快適に過ごせるのかというとですね、こちらのお水に浸してもらって使うものになっているんですよね。で、結構体がやっぱり首筋とか冷やすとリラックスできたりとか、体も収めることができるので、結構調整、暑さとかも調整できるようになっているので、ちょっと早速お水に入れてみたいと思います。では入れてみますね。こちらですね、3分ぐらいつけるみたいなので、よいしょ、ちょっと3分間待ってみたいと思います。ではこちらですね、3分つけ置き終わったので、ちょっと出してみたいと思います。先ほどと違って見てください、こちらの部分がちょっと膨らみましたね。3分つけると膨らむみたいなので、この膨らんだものなんですけれども、表面の水分をちょっとタオルで取っていただきます。こういう感じで軽く押さえる感じでいいみたいですね。面白いですねで、こちらを首に巻いていただいてっていう感じになるんですけれども、ちょっと試してみます。あ、冷たいです。本当になんかすごいですね。普通にタオルをお水で濡らして首に巻いてるのとちょっとまた違う感じですね。すごいひんやりした感じですね。すごいですね。これで結構もう暑さばっちり抑えられちゃいますね。結構日本にはこうやって便利アイテムとかがすごいたくさん出てるので、ぜひぜひこの暑さを乗り切って日本の旅行を楽しんでください。それではまたね。